なんとペックマン。浜田市で初の公演。地域の交流や子どもたちの夏の思い出作りとして長年続いている大切なイベント「ミスミッコ集まれ」に出演。ペックマンショーを行わせていただきました。舞台裏をちょこっと紹介。基本ショーの準備は全て自分たちで行います。三角町の子どもたちがたくさん集まってくれました。出雲の向こうの平田から正義のためにやってきました。ペックマンのショーが始まります。イベントの様子をダイジェストでお届けします。それではどうぞ。そして渋垣イエロー、マテキンパワー、茶畑グリーン、新春戦隊ペックマン。勝ったか？
3人、せーの、じゃんけんぽん。ありがとうございます。すごい袋が取れた。すごい。ありがとう。ごちそうさまもらったじゃん。Ha ha ha.